じわーっとこう肺腺に勝手に流れていくんですね。ほら。どうも、竹ベースです。今回の動画は、どうせやるならちゃんとやってほしいはんだ付け。ということで、今回ははんだ付けなんですけども、まあ、DIY でね、車のバイクの修理とか、自分でカスタムしている方に、まあ、どうせあのハンダ付けやるんだったらちゃんとこう綺麗にね、トラブル出ないようにするハンダ付けっていうのをちょっと動画にしようと思います。っていうのもですね、自分でインスタグラムをちょっとこう見てた時に、全然知ってる人とかじゃないんですけど、たまたまこう流れてきた写真で、自分でバイクの修理しましたと、ハンドルスイッチ取り替えて配線をくっつけましたっていうやつが上がってたんですけども、その写真が上がってたんですよ。ちょっとあの本人の写真使うわけにいかないんで、私今作って再現しました。ちょっとこれ再現ですね、私が作った再現なんですけど、こういう状態の配線を上げてたんですよ。別に多分これでもこうくっついてるし多分大丈夫なんだろうけども、これこのままその方はね、熱収縮チューブで閉じちゃった写真、それを何本もですね、くっつけたやつを上げてたんですけど、ちょっとああ惜しかったな、もうちょっとなんやってほしかったなっていう、勝手な本当に老婆心ながらっていうやつですけども思ったんで、今回動画撮ることにしました。かくいう私も別にね、ハンダのプロってわけではないんです。でプロではないんですけども、あの一応ちゃんと中学校も技術の時間は毎回出てましたまあその他高校もね、あの電気の関係の科を工業高校吸ってて、でその後私が入ってた電装屋さんでもの時も、あのちょっとハンダの精度を上げようってことで、会社でちょっ と近くの大学の方の講師の方にハンダっていうものをちょっとみんなで教わる機会があったんですよ。もちろん仕事でもね、普通の車の整備屋さんよりだったらハンダを使う機会はおそらく多かったと思うので、アドバイスとして聞いてもらえればと思います。まずハンダとは、あの皆さんもご存知かと思うんですけども、まあ、ハンダっていうのは溶接技術の一つに分類されているものでして、ハンダモテと言われるここを厚くして、でこのハンダを溶かして、こっち側も相手を厚くして溶かして流し込んで接着する、まあ、溶接なんですよね。でその時さらに電気的接点を持たせるっていうものがハンダになります。で、まあ、ハンダにもいっぱい種類があるものでして、自動車の板金で鉄と鉄をくっつけるのに使ったりするのとか、まあ、ベースは一緒ですけども、いろいろ種類があります。今回の動画ではバイクとか車とかの修理、まあ、カスタムに使うハンダの部分っていうことに、あのちょっと、ね、焦点を当てていこうと思います。じゃあまずですね、ハンダっていうものをまだ持ってない方のために、何を用意したらいいのか。まずはハンダモテ、これがもうメインの機械になります。私他の動画でですね、バッテリー式とかも紹介してたんですけど、まあこれはコンセントに挿す通常の、まあ、ホームセンターなんかでも売ってる全然安いタイプなんですけど、これにもまあめちゃめちゃ種類があります。まあ、要は何が違うかっていうと、今ここにね 100V 40W って書いてるんですけど、まあ要は出力が違うわけです。自動車の修理とかなんかで使うんであれば、まあ、こんな配線くっつけたり、ギボシ端子の根っこくっつけたり、こういう電子基板のハンダをね、盛り直したりとか、そういう作業になるので、そんな巨大なのはまずいらないです。そういう用途なんであれば、私が使ってるのはまあ 40W、まあ、これぐらい、これの前後ぐらいのがあれば、まあ、それで全てのものは賄えると思います。でもう一つ主役になるのがハンダです。ハンダ、この熱くなったハンダごてで溶かすのがこのハンダになります。糸ハンダと呼ばれるものです。でこれにもですね、私これさっき動画のために買ってみようかなと思って近くのホームセンターに行ったんですよ。そしたらですね、この種類がね13本並んでました13本もこのハンダであんのかよと思って、この糸ハンダでですよ、その他棒ハンダっていうなんかこう箸のようなものも並んでたんですけど、13種類もの中から選ぶのかよって思ったんですけど、まあよく見ると結局はこの太さですね、この太さが違ったり、鉛と鈴の割合、どれ選べばいいかって言われるとちょっと微妙なんですけども、一つだけアドバイスというか、どのやつでもですね、ここにヤニなし、こっちがヤニ入り、買ってほしいのはヤニ入りの方です。ヤニが入ってる。ヤニって何かって言いますと、このフラックスと呼ばれるハンダ付け促進剤、ハンダ付け促進剤がこの中にすでに入っているやつがヤニ入りっていう風になってます。アストロプロダクツなんかに行くとね、こんなハンダなんてそんな種類一つしかなくて、それしか売ってないんで、まあそれ買ってもいいんですけど、
ちょっと詳しくその深いところまで掘っていくとそういう部分の選択肢もあるようです。まあ、極端に言えばこの2つあればハンダ付けはできます、可能です。ただまあ一応まあオプションというかオプションでもないんですけど、よくあるのが、私持ってないんですけど、ハンダのスタンドズボって入れておく、ちょっとこう写真出しておくんですけど、ここ全体が熱くなっているので、あまり置けば焦げたりビニール溶けたり木だったら焦げたりするので、スッとこう立てておくスタンドっていうのもあるんですけど、まあ、私が持ってないのにも理由がありまして、車の修理とかで使う電気っていうのは基本まあ外、まあ、外って言ってもこういうガレージの部分ですね、室内の机の上に座ってこう常にやるってことではないので、あまりそれなくてもですね、下コンクリだったりするんで、そこにトンって置いといたり、どっかにこう引っ掛けておいてっていうのが通用するので、こういう金属の部分にこう置いたりね、別に私はスタンドを持ってなくて、なくても別に困ってないです。まあ、もちろんあれば便利なんで、用意したい人は用意していくもいいかと思います。で、まあ、あとはその他フラックス、さっきのこう糸ハンダの時に言ったんですけど、フラックスっていうのが別にあるので、このフラックスを持っていれば、たとえヤニ入りのハンダでもくっつきにくい時にこれ塗ってあげればっていうパターンもあるので、一応持ってるんですけど、あまり使わないです。正直このヤニ入りハンダがあればそれでいいパターンが多いんですけど、まあ持っといて損はないです。で、あと一つこれですね、これがね、ハンダを吸い取る機械です。ハンダってくっつけちゃったらもう終わりじゃんって思うんですけど、それをまた吸い取ってくれるやつもあるんです。これはこの網目状になってるこのワイヤーにハンダを溶かしたやつをまた吸い取ってあげる、後でちょっとやってみるんですけど、吸い取ってあげるやつ、まあ、これもあれば便利な時もあります。あとはあのスタンドの他にハンダのクリーナーっていうのもあるんですけど、そんなもんですかね。ということで、実際ちょっとね、実践を交えながらコツという部分で少し解説していこうと思います。まずここに配線を用意しました。で、これとこれをくっつけたいっていう時、まずハンダ用事、あの配線をよじって、だいたいこの真ん中ぐらい、真ん中ぐらいでお互いをお互いに巻いていく感じ、こんな感じで実際ハンダ付けをします。で、ハンダなんですけど、よく皆さんね、勘違いされてる人がいるんですけど、ハンダのコテっていうのは、このハンダの糸ハンダをここに溶かすためのものっていうよりは、こっちの相手側、ハンダを流すこっち、こっちを温めてやるものなんですよ。なのでやる順番としては、まずコテをこの配線に当てる、で配線を温める、で温めたら流す。そうするとこうじわーっとこう配線に勝手に流れていくんですね。ほら、勝手に流れていくんです。これが一応正しいやり方なんです。さっき見せたあのインスタンってちょっと残念だなって言ったやつなんですけど、あれはですね、ハンダそのものを温めて、このハンダごてにハンダをくっつけて、溶けたハンダを上に乗せただけなんですよ。これちょっと出来を見てもらえれば、これスッとこう全部にこう流れてってるんですよ。スッとこう、このね、こっち側とか見てもらえる、こうスッて流れていってる状態。でも残念だなっていうやつは、ただ溶けたハンダが一旦上に乗ってこう乗ってる状態のだけ。でこれももっとやろうと思えば、例えばこの配線をね、温めてあげれば勝手にスッとほら下に入っていったの分かりますか。玉になってたものはそのままスッて、この毛細管現象で勝手に下に流れていったんです。こうなってくれると非常に気持ちいい感じです。分かりやすくもう一回やってみます。まず相手を温めて、こっちから流してやると、ほらスッとこう流れていったのが分かるでしょうか。スッと流してやる、ハンダで濡らすっていうんですけど、この濡らしてやるっていうのがまずハンダ付けの基本になります。ほら、中の方にシュッとこう入っていってるのが分かりますよね。これハンダの熱量が足りなかったり、ヤニ入りじゃないハンダであればうまくこういかないんですよ。ヤニなしハンダだと温めて溶かしても、シュッてこう溶けていってくれないんですよ。
下地も落ちちゃった。これがこのフラックスが入ってるか入ってないかの違いです。こういう場合フラックスを筆とかで塗るのがいいんでしょうけど、で塗ってあげればスッと流れていきます。で例えばなんですけど、よく中国製のものが壊れるって言われるところにやっぱり多いのがこのハンダ付けなんですよね。ハンダ付けが不良になって故障してるっていうのは結構多いです。車の故障でもね、何かしらのこういうユニットがあって ECU とかユニットが壊れたなっていう時にバラしてみると、このハンダの不良でハンダのクラック、要はハンダにひびが入ってで壊れているっていうのが結構あるんですよ。例えばこういう部分ですね、こういう部分配線が1本出てこの基板とハンダでくっついてるんですけど、これが見た目はくっついてるんですけど、この周りにクラックが入ってでいってないみたいな、そういう時もあります。こっちなんかハンダ全然ないのに、こっちやたらこうハンダがもっこりしてたりね。これがチャイナクオリティですよ、うん、で、まあ、ちょっとここのハンダ嫌だなっていう時に一回やり直そうって思ったら、例えばさっきのこのねハンダ吸い取り、これがあればこれでこう一緒にこう温めてあげると、こうやってね、ハンダを吸い取ってくる。ちょっとあまりにもハンダが多くて、ハンダが完全に吸い取られました。中の配線も見えてますね。で、まあこういう風な使い方をする。で、さっきあんなにもっこりあった後のハンダを吸い取ったので、もう一回やり直したいときは、相手を温めながら、こんな感じと、まあそういう感じになります。でハンダっていうのがですね、この先っぽが酸化してくると、こうつけた時にね、このハンダの先っちょで玉を弾いちゃう時があります。そういう時は本当はね、ハンダのスタンドにね金たわしみたいなのが入ったようなのがあって、それでゴシゴシこするっていう専用のものもあるんですけど、私ぶっちゃけこのワイヤーブラシ、これでもうしばらくちょっとして先端がねくすんできたら、このままこれです、これでいけます。でこの後もう一回ねちょっとこうハンダをつけてやればいいんですよ。でハンダつけたらちょっとハンダ飛ぶんですけど、もう一回こうこうする、これでハンダごて復活します。きちんとねハンダの説明書にもですね、酸化膜についてってこう使っていると先っちょが黒くなったり、ノリが悪くなって溶けにくくなったりしてくるので、その場合はこうやってくださいっていうのに、一応専用のこういう擦るところもありますよって書いてたんですけど、ワイヤーブラシでゴシゴシとでやってあげればそのまま使えます。というわけで基本はね、相手を温めて流す、相手を温めて流すっていうのがまず基本の形になります。相手が温まりきってないとハンダっていうのはこうじわっとこう濡れていかないので、ハンダを溶かしてくっつけるんではなく、相手を熱くした、その熱くしたところにハンダを流し込んでやるっていうのがまずハンダのコツになります。話うんぬんのがちょっと長くなっちゃったんですけど、そのぐらいのもんなんですよ。車で使う部分はですよ、それをやっていただければ先ほどの写真のような風にならなくてやっていけるんじゃないかなと思います。皆さん安全にトラブルないように作業していただければと思います。